カフェープランタンの店内カフェープランタンはかつて存在した日本の飲食店である。1911年銀座に開業し日本初のカフェとされる。東京美術学校出身の松山翔造が美術学校時代の恩師黒田清照らに聞かされたパリのカフェのような文人や画家たちが鋭い芸術談義をできる場所を作りたいと1911年3月 友人の平岡本八郎と共に開業した。位置は東京府京橋区広市町20番地で銀座レンガ街の一角。周囲は新橋の花町で芸妓屋や待合が多かったにあった。美術学校関係者の協力を得てレンガの建物を改装し相談役の幼いカオルがプランタンと命名した。その後間もなく平岡は経営から離れた。これ以前にも 1906年に開店した台湾喫茶店やビリホール、西洋料理店と類似の店は存在していたが、プランタンの登場によって、洋行帰りの人たちが口にしていたような意味でのカフェが初めて日本にも生まれたと評判を呼んだ。1911年にはプランタンに続き、ライオン、パウリスタとカフェを関する店が銀座に相次いで開店した。プランタンでは、 コーヒーと洋酒を揃え、料理は、ソーセージ、マカロニグラタンなど珍しいメニューを出した。後に焼きサンドイッチも名物になった。素人が始めた店であり、不安もあったため、当初は、会費50銭で、維持会員を募り、2階の部屋を会員専用にしていた。会員には、洋画家の黒田清照、岡田三郎介、和田栄作、岸田流星、作家の森王貝、長井花風、 谷崎潤一郎、岡本喜堂、北原白州、島村宝月、歌舞伎役者の市川佐丹次ら当時の文化人が多数名を連ねた。もっとも、火演性は半年ほどで自然消滅した。経営は苦しかったが、新聞記者の松崎天民が皮肉って、貨幣不足等と書き、これも一つの宣伝になった。常連の客が店の白い壁に似顔絵や死などを落書きし、 これが店の名物になっていた。長いカフが当時入れ上げていた新橋芸儀80次と通ったのもこの店で、カフの団長亭日常にもしばしば名前が登場する。フランスのカフェにはいない女球児が人気を博した。カフェライオンなどに比べカフェプランタンは文学者や芸術からの集まる店であり、普通の人には入りにくい店であったという。ただし、 関東大震災前の頃には、プランタンの常連客も入れ替わり、客層も相当変わっていたという。昭和初め頃に、カフェといえば、もっぱら女給の接待を売りにする風俗営業となってしまうが、それまでのカフェは、レストラン、バー、喫茶店を兼ねるような存在であり、必ずしも風俗営業で一括りにすることはできない。1920年、有楽座に出張店を出し、 名物の焼きサンドイッチを看板にした。1923年9月1日の関東大震災で日吉町の店は消失した。震災後の一時期、牛込区の神楽坂に支店を出した。こちらの店にも文化人が集まり、また総大生に特に愛されたという。平岡と市川猿之助が上海で買った。 マージャンパイをこの店に持ち込み、はじめは誰もルールを知らなかったが、やがて、ブームとなり、佐々木も咲く、広津和夫、菊池博士、浜尾四郎、久米正浦が、マージャンに興じた。マージャン市では、この日本マージャンの黎明期を、プランタン時代と称する。往年の賑やかさを取り戻した感のある、かぐら坂店は、震災の翌年から約2年営業した。本店は、震災後、 日吉町の東側、銀座通り沿いの南金六町に移転した。その後、女給の接待中心のカフェが全盛となると、カフェの名称を外し、喫茶店ル、ルプランタンと改め、裏側に、酒場、道頓トを開いた。戦争中は、休業状態になり、空襲の激しくなった1945年3月、建物疎開により店は取り壊された。ありがとうございます。